シノン。うい。あら、何か用？いや、たまたま見かけたからさ。シノンはどこかに行くところか？ちょっとレベリングにでも行こうかなって思っていたところ。要不要童子陪你呀？一緒に行く？二人の方が効率も良さそうだし。居然自己主動開约。そうだな。よし、俺も付き合うよ。こっちはこんなもんかな。シノンの様子は。うまい体運びだな。トッププレイヤーって言われても全くおかしくないぞ。心情都要飞上天了吗？見られているとすっごく気になるんだけど。害羞个屁呀。ああごめん。何か変なところとかあった？いや、すごくいいと思うよ。それにしても随分と集中しているじゃないか。ストイックだな、シノンは。私以上にストイックな人間がそばにいるんだもの。もしかしたらその人のゲームバカが映っちゃったのかも。それ俺のことだろ。でも別に責めているわけじゃないの。むしろ感謝しているくらいなんだから。ねえ、初めて SAO で会った時のこと覚えてる？真的很几乎每一位都很喜欢提过去。忘れるわけないよ。なんせ突然シノンが空から落ちてきたんだから。あの時の私は記憶が曖昧になっていて、しばらく状況が理解できなかったのよね。是因有一段吃饭的剧情哦。けど、そんな私に親切にしてくれたでしょ。俺だけじゃない。みんなだってシノンを心配して力になってくれていた。もちろん、みんなにも感謝しているわ。女王饭。有点期待。でも、あなたは私にあの世界での生き方を教えてくれた。真的几乎每一位都说这是童子的功劳。童子到底做了什么？生き方？剣の扱い方から様々なシステムのことまでいろいろと。そのおかげで私は SAO でも生き残ることができたんだと思う。あ、うん、思うじゃなくて絶対にそう。だから感謝してるってこと。ゲームのことを何も知らない私に教えるのは相当大変だったでしょ。そうでもないさ。シノンはそんな未知の世界でも頑張って吸収しようとしていただろ。嫌だったのよ、何もできずにただそこにいることが。都在说迷上童子的回忆，顺便对人物做交代。だとしても教えられる側の努力があったからこそ、俺も最後まで諦めなかったんだと思うんだ。这世界的男生都死光了。そう言ってもらえるとちょっと嬉しいかも。でもそれからは考えつかないくらいシノンは強くなったよな。強い？私が？童子都在狂救妹子。さっきの戦いもそうだけど、そう真似のできない動きをしてたぜ。ねえ、じゃあ勝負してみましょうか。勝負？童子什么都没顾，不迷上很难。と言ってもデュエルをしようとかそういうことじゃないわよ。也是啊，如果一直救，的确会让人印象深刻。確かこの辺りに討伐クエストがあるはずだから、どっちが先にクエストを終わらせることができるかの勝負。負けた方が相手の言うことを何でも聞く。どう？输的人听对方的话，万一师奶输了怎么办？嗯，面白そうじゃないか。いいぜ。決まりね。それじゃクエストを受けに行きましょう。はあ、あんた手加減ないのね。手
加減なんて逆に失礼だろ。まあこれからも精進したまえシノン君。ムカつく。冗談はさておき、シノンは本当にすごいって。杰伊入侵大脑吗？说师奶好像真的输了。お世辞なんていらないわよ。本心だよ。シノンの動きを見ていて思ったんだ。単純な武器の扱いだけじゃなく、立ち回りや敵との間合いだったり、いろいろな面でシノンの実力は波じゃないってわかるよ。言い方を変えると立派なゲーム配信？ちょっとそれは褒め言葉としてどうなの？でもそれくらいゲームにかける努力が伝わってくるってことさ。まあいいわ。とにかく強くなっているのならそれでいいの。けどやっぱあんたの強さは異常ね。ゲーム配信の私でも真っ青だわ。褒めてないよな。どうかしらね。俺の場合シノンに比べればゲーム歴もダイブ歴も長いしな。それだけじゃないと私は思う。というと？ダイブ歴とかセンスだけの問題じゃない。死と隣り合わせの世界に生きた人の本当の強さか。私が SAO で助けられた時、守るって言ってくれたわよね。ああ、もちろんその言葉は嬉しいし、どこかであんたに期待している自分もいるわ。だけどこのままなのはダメだと思うの。死因良心发现吗？十分強いってそう言われてもか。私に必要なのはこの程度の強さじゃないの。早く本当の強さを手に入れないと。真正的实力。でももしシノンが限界を感じたら、迷わず俺のところに来てほしい。シノンが辛い思いをしているなら俺が絶対に助ける。たとえそれをシノン自身が拒んだとしても。拒んでも守るって約束したからな。ありがとう。今は気持ちだけ受け取っておくわ。それで十分私は戦えるもの。わお。さてそれじゃあ町に戻る前に、約束通り勝負に負けたから何でも言うことを聞いてあげる。おお、要做什么事？要做什么事？童子、不要让我失望哦。ああ、そっか。何でもか。何でも。うん。段剧情有原作梗哦。はあ。这样有点失望哎。じゃあ、前に買い物の途中で、シリカが着ると似合いそうって言ってた、ゴスロリお姫様ドレスをシノンが着るっていうのは。わ、哥德萝莉。え？あの服？ダメよ絶対。あれはシリカだから似合うんだから。哥德萝莉耶、想看。何でも言うことを聞くんじゃなかったのか？怎么让 S 失望了？だってあんなフリフリの服を私が本当に？轻飘飘，你现在这样子有穿跟没穿不是差不多吗？冗談だよ。冗談ってあんたね。じゃあ俺が勝った記念にカフェで一杯おごらせてくれ。シノンが俺におとなしくおごられるっていうのでどうだ？あんたはいつもそうやって。ん？わかったわ。おごられてあげる。さあ、行きましょう。所以哥德萝莉就这样被蒙混了吗？あ？お、あれは。おい、シノン。あら、ちょうどよかったわ。あんたを探していたのよ。俺を？戦闘に関して少しアドバイスをもらおうと思って。俺がシノンに？今さら教えられることなんてあるかな。まだまだあるわよ。今聞きたいのは砂漠での戦い方よ。对啊。刚好
石英又有事找他。砂漠か。確かに足元が悪くて戦いづらいし、地の利はモンスターの側にあるからな。ええ、それでアドバイスはもらえる？もちろん。それじゃあどこかに座って話そうか。そうね、いつものカフェに行きましょうか。命中注定嘛。OK。あ、でもそういえばこの前、マーケットのさらに先の裏路地にもカフェを見つけたんだよ。あまり知られていないせいか、客もほとんどいなかったし、そこなら落ち着いて話せると思うぜ。我们床上聊聊。裏路地？大丈夫なのその店？おかしなところだったりしないわよね？大丈夫大丈夫。覗いた感じだと普通のカフェだったからさ。わかったわ、そこに行きましょう。よし、それじゃあ案内するからついてきてくれ。どうだ、そこまで変な店じゃないだろ。確かに雰囲気は至って普通のカフェね。問題はメニューの方だけど。床上可以聊久一点。メニューは俺も見ていないんだよな。どれどれ。没落貴族が望んだ執念のマリネ。こっちのも気になる名前ね。朽ちた漁村のカルパッチョ、復讐のクリームソース仕立てですって。漂亮了还可以直接睡哦。なんというか恐ろしい名前ばっかりだな。かなり悪趣味、味の想像も全くつかないし、食べたら状態異常になったりしないわよね。ここは県内だし、その心配はないだろうけど、それにもしかしたら冒険に役立つバフが付与される料理かもしれないぞ。何かは起きそうよね。でなきゃここまで意味深な名前を料理につけないでしょうし。どうする、試してみるか。ここで試さないのも気になるもんね。覚悟を決めて頼んでみましょう。よし、じゃあ行くぞ。すいません。ご注文をどうぞ。私はこの高慢の海に浸かる女王が食した孤独なリゾットをお願いします。这名字也取得太长了吧。俺は従属する豚のソテー、永遠のへつらいを添えてをください。かしこまりました、少々お待ちください。それであんたはなんでその料理にしたの？いや、豚のソテーが食べたいだけだけど。シノンはどんな理由で選んだんだ？高慢と孤独ってのは気になったけど、女王が食べたのなら高価な食材を使ってそうでしょ。アイルランド牛排猪奔奔烤马铃薯超長。なるほど、いい読みかもしれないな。何にせよ来てからのお楽しみね。あ、さてと、本題は戦闘に関してのアドバイスだったよな。ええ、砂漠のような地形でどう立ち回るか。普段あんたが気をつけていることでも、最低限のテクニックでも何でもいいから教えて。俺が普段注意していることか。あ、もう料理が来たわよ。お待たせしました、こちら高慢の海に浸かる女王が食した孤独、そしてこちらが従属する豚のソテー、永遠のへつらいを添えてでございます。名前からは考えられないくらい食欲をそそる見た目と美味しそうな匂いね。好像很好吃。こっちもうまそうなソテーだぞ。これなら味も間違いなさそうね。いただきます。ほ、うん、どうだ、うまいか。ねえ、とても美味しいわね。そんなのもわからないの？そんなのもわからないってどうしたんだ急に。何がよ、身の程を知りなさい。だからその言葉だって。え、この下僕。为什么个性也变了。何なのこの声。ひざまずきなさい。わあ、变超 S。 俺にはシノンの声に聞こえるけど。私じゃない、そんなのもわからないの。私は何も言ってないわ。
身の程を知りなさい。哇 ，S 女王出来了，一顿饭，把声音变 S。どうやらシノンの声を模した合成音声が喋った後に、つまり語尾として付加されているらしいな。その料理を食べて得られるのはバフじゃなくてデバフだったのか。高慢の海に浸かる女王、孤独のリゾット、察するに呪いの料理ってとこなのかな。哇，好可怕的料理哦！一顿饭就可以改变人的个性。もうどうしてこんなことに。この下僕ちゃんと治るんでしょうね。ひざまずきなさい。なあ、バフやデバフと同じで一定時間で自然治癒すると思うぞ。あんたといるといつもこうね。そんなのもわからないの。案の定おかしな店だったじゃない。身の程を知りなさい。ごめん。まあ治るまで根気よく待つわ、この下僕。はい、すいません。俺にできることがあれば言ってください。思ったんだけど、あんたの頼んだ料理にも同じような効果があるのかしら。ひざまずきなさい。逆推理在晚餐後の台詞。どうだろう。あんたにまで変な語尾がついたら、いよいよ会話にならなくなるでしょ。そんなのもわからないの。だよな。俺は食べないでおくよ。ええ、それが賢明だと思うわ。身の程を知りなさい。超Sそれでどうする。一応話の途中ではあったけど。我慢するから話の続きをしてちょうだい、この下僕。分かった。語尾は無視してひざまずきなさい。砂漠での戦い方だよな。やっぱり俺が普段注意を払うのは足元かな。这样也聊下去也很厉害。そっか、行動が制限されるものね。そんなのもわからないの。砂に足を取られると回避行動がワンテンポ遅れるだろ。だから最初からそれを計算に入れて動くんだ。なるほどね。身の程を知りなさい。まあ口で説明してもすぐに身につけるのは難しいよな。ここで実践して見せられたらよかったんだけど。壞掉。そこまでは期待していないわよ、この下僕。ここでできることと言ったら、ひざまずきなさい。おい、今のってわざとじゃないよな。違うわよ。そんなのもわからないの。偶然タイミングがあってそれっぽいフレーズになっただけよ。身の程を知りなさい。わざと語尾に合わせてないか。ひょっとして楽しんでいたりしないよな。なんで私が楽しむのよ、この下僕。言いたくもない言葉を勝手に足されるのはいい気分じゃないわ。ひざまずきなさい。だよな。そんなに気になるのならやっぱりあんたも食べてみたらどう。そんなのもわからないの。いや、さすがにそれは。でもよく考えたら出された料理を食べないのってもったいないわ。身の程を知りなさい。それはそうだけど。お腹も空いているだろう、あんたに言ってるのよ、この下僕。でも俺まで変な喋りになったら訳が分からなくなるって。それならあんたがすべきことは一つね。ひざまずきなさい。ガッツガツです。シノ。冗談よ。そんなのもわからないの。いや、やっぱり楽しんでいるな、シノ。S 女王。沈黙の賢者の洞窟ね。よう、シノ、何しているんだ。ああ、今クエスト情報を見ていたの。どれどれ。これは俺もやったことないな。クエストの内容は単純なお使いイベントみたいね。ただダンジョンに変わったトラップがあるらしくて。合理怀疑关台后在做什么。
但是看其他人的实况啊。ダンジョンの中で大きな声を出したら、モンスターが大量に押し寄せるんですって。警報トラップみたいなものかな。かなり高難度らしくて、クリアしたプレイヤーも少ないとか。でも声を上げないくらい何とでもなりそうなのにね。なのにクリアしたプレイヤーが少ないってことは、大きな声を出させるような仕掛けがあるんじゃないか。最近都是警察被在盘查新闻、真的。他们在查什么？お化け屋敷みたいなこと？うん、そうそう。安全だと思わせておいて、突然モンスターが出てきたり。それでも子供騙し程度じゃない？じゃあさ、一緒に挑戦してみないか？私とお化け屋敷に行きたいの？言っておくけど、怖くて飛びつくとかしないわよ。感觉会飞扑哦。我闻到福利画面的味道。いや、そういうことじゃなくて、単純に面白そうだから。まあいいわ、行ってみましょうか。誰かさんが怖くなったら手をつないであげるから安心して。俺も別に怖いとかないからな。結構奥まで進んだわね。案の定。プレイヤーを驚かすような仕掛けがあちこちにあるな。モンスターの配置だったり、突然ダンジョン内の松明が消えたりね。落ち着いて、敵がポップしてきただけ。やっ。びっくりした。シノ、ありがとう。どういたしまして。けど大声を出さないように注意しなさいよ。今危なかったじゃない。突然真横にモンスターがポップしてきたらそりゃ焦る。ん？ちょっと何？シノンの横の壁、虫っぽいのがぎっしりいないか。お、我闻到福利画面的味道。な、落ち着けシノン。あんたね、言われなきゃ気づかなかったんだから黙ってればいいじゃない。あ、失敗了。確かに、ごめん。はあ、思った以上に疲れるクエストだな。 Hello 小西宝宝安安。你昨天都不敢看、真的不好意思不好意思。ずっと気を張りっぱなしだものね。每个礼拜至少要有一天是恐怖游戏时间。那シノ、あの奥の部屋が目的地じゃないか。泉の枠部屋、間違いなさそうね。やっと。昨天是怕脏话没在恐怖的。あ、昨天很崩溃。て、喜んで大声を出したら意味ないわよね。ああ、あそこでアイテムを取るまでは気を抜かないようにな。それじゃ慎重に進んで。感觉福利画面要出来了。しまった、落とし穴か。モンスターが押し寄せるような気配はない。シノンもよく声を上げなかったな。再看下去晚上都不敢睡了。喂，シノン、無事か？拜偶七比较拧真哦。拜偶七不行，我看完拜偶七我是真的想玩沉默之丘。大丈夫。去死吧童子。我靠，你在摸哪？看看这个，这有点过分哦。看之前，我记得他之前有摸过雅斯娜的。どうしたんだ？还装傻，装傻。爽。静かに、モンスターに感知される。干，这太贱，这招太贱，太绝了。用小怪，看，真的很会。哎，这个，我靠，我靠。哎，童子，真的你太那个了，有点过分哦。落ち着いて。せっかくここまで来たんだ、失敗したくないだろう。对
啊，还不准叫，我也要摸。どうしたんだよ。さっきまでどんなことが起きても叫ばずに。哎，这超那个的，哇塞！印象深刻到不用 CG 出来就知道会干嘛。霸游七配 VR 超恐怖哦。为什么童子听得懂他在说什么？ごめん。那边装傻。とにかくこの穴から脱出しよう。立ち上がってしろ。なんとか上がってこられたな。不顺手了，哥吗？大した深さの穴じゃなくて。他等一下一定被揍。你看那脸很臭。看起来快爆发。あの、シノンさん。还加个小姐。いろいろ言いたいことはあるけど、ひとまず後にするわ。欸，他没有揍他欸。我本来以为知音会揍下去的，看来雅斯娜比较巧，都欠揍呀，揉都揉。悪気はなかったようだしね。我靠！哇塞，他原谅童子哎，我靠！声を上げちゃいけないってことに気を取られてて、しかし参ったな。モンスターがどんどん集まり出してる。ここから奥の部屋に行ってアイテムを取るのは難しそうだな。目の前まで来たのに。他怎么这么容易原谅啊？拿枪毙了童子。けど脱出ならできそうだ。行けるか、シノ。え、大丈夫。よし、手薄なあのあたりから突破しよう。わかった。行きましょう。原作也会原谅，应该。随分と走ったな。確かに高難度のクエストだったな。もうダンジョン内はモンスターだらけだ。このクエストは一度破棄するしかない。モンスターでもトラップでもなく、人相手に叫ぶことになるとは想定外だったわ。な、あの、その件についてはすみませんでした。吃奶去拒绝を单挑。あ、嫌味のつもりじゃないの。ただの感想。もう怒ってないから。あ、知音、你真的太容易原谅了。哇塞，你这样以后一定还会被摸。我跟你讲，已经没有生气了。哇塞。それにしても、あんたが言っていた通り、安心したところでびっくりさせられたわね。安心って？落とし穴に落ちた時。暗くて何がどうなっているかもわからなくて、そんな時にあんたの声が聞こえたから、その安心したのよ。哇，直球直球又出来了。哇，けどその後あんなことをされて、思い出したら怒りがこみ上げてきた。啊，又生气了，又生气了。もう怒ってないって言ったじゃないか。怎么跟我没有关系？欸，不要报警，我是无辜的，摸的不是我啊。冗談よ。でも、もし反省しているなら、またこのクエストに付き合ってくれない？我靠！哇，真的，西野真的是彻头彻尾。变成童子的形状，哇塞！次こそ絶対にクリアするから。お、最後まで付き合うよ。哇，奉陪到底！这样童子已经在想说，太好，我可以再摸一次。ただし、次も同じことしたら、モンスターの群れの中に飛び込んでもらうからね。哇，被司音看穿了，被警告了。第二季也爆哪里？我好像才看到第十集吧。
はい。ダンジョン内のどんな仕掛けよりもシノンの方が怖い気がする。我看到就是同人跟シノン他们躲在一个洞穴里面弹琴的地方你们听得懂我在说什么吗？就是西诺本来要被枪毙了，结果同人来救他，接着躲在洞穴里，就那边。我不会做同样的事情，刚摸着，哦，原来对，还有这一招，这次摸左边，对耶，